ミランドは、フランス、奥下にー地域圏、JL 圏のコミューン。コミューンは、バイズ川の流れるアスタラック地方に属する。コミューンは、海洋性気候の影響が衰える位置にあり、冬は穏やかで湿度が高く、夏は暑くて、嵐が発生する。冬のアスタラック広場町の名の由来は、ラテン語の同盟詞の女性単数形であるミランダ、または、ミランダムにある。 これはミランドがオクシタニアにおける要塞都市バスティードであったことを想起させる。確かに街を囲む丘の上から眺めればミランドはその名を肯定する魅力的な眺めとなっているが仮説は示唆しているに過ぎない。元々の名称は建築様式であるミランドのことを指している可能性が高い。レピュブリック広場に残る。 かつての城壁跡2008年に開催されたカントリー音楽フェスティバルの様子ミランドは13世紀にバイズ川左岸に建設されたバスティードである。周囲には多くの戦士時代の遺跡やかつてこの地方を支配していた人々の墳丘墓がある。多くの考古学者たちがミランドの地にはガロローマの領土があったと仮定している。街のアルティーグ地区から橋脚や どっちの過去位置が見つかっているだけでなく、いくつかの偶然の発見でその最古の遺構が見つかっている。ミランドの通りで工事中に大理石でできた等身大の人の頭部が発見されている。1281年、ミランドはサンジャンドイコールレジアン村の近くでキリスト教聖職シャベルドゥーズとアスタラック博ベルナール4世によって建設された。アスタラック博は、 頻繁に課税特権の不与を追認し、その後拡大した。フランス王は急速に成長する都市に支援を約束した。町は一つの中央広場にまっすぐな通りという規則的なバスティードであった。町は4箇所の門によって強力に守られていた。門は19世紀まで一部が残っていた。白爵の壮大な城は壁の外にあった。 バイズ川に面しているおかげで町は急速に拡大しすぐに狭い要塞内は窮屈になった。1297年にはアスタラック博の本拠地となっていた。関区はペルシュド・ミランドと呼ばれ18の村々を含んだ。彼らの権利と自由を欲したミランド住民は迅速に新たな妥協を探した。そのため彼らはラースとモンクラールの領主である。 パルディアック博との紛争に順次介入していった。1283年、アスタラック博ベルナール4世とその妻は、町の外に、コルドリエ海修道院を建てた。これは1320年代になると、ヨハネス22世の命令によって周辺に拡大した。修道院はユグノーに破壊された後、再建されたが、1790年に閉鎖され、時間の参加に見捨てられた。 同じように、1320年の住民判断は、フランス王帝によって厳しく抑圧された。1338年、ミランド住民 PR のうは丸ンのカピテーヌである、レーモンアルノードベアルンが指揮するイングランド軍に加わって戦った。同じ年、フィリップ6世は、フランスの敵によって四方から攻撃されていたミランドを救出した。アスタラック家とに民兵団は、 フォア博とアンタン領主の味方につく代わりに、アルマニアック博及びモンテスキュー男爵と敵対した。敵の集団は恐るべき報復で壊滅的な被害を与え、トゥールーズの高等法院が介入し、シャルル6世の時代に収束した。1442年、アスタラック白ジャン3世は、シャルル7世の対イングランド遠征に勇敢なミランド住民の部隊を率いた。 1453年には彼らは間違いなく牛イエンヌを攻略している。カスティオンの戦いでは彼は66人の武装した兵士を率いた。1526年、アスタラック伯爵夫人マルトは自分の子供たちが受けた侮辱の仕返しにミランドを包囲させた。少数の非生産的な攻撃の後、彼女は封鎖を包囲に変更し、 コルドリエ海修道院の往来を止めさせ、敵に対するすべての暴力に浸った。勇敢であるが長い抵抗に無力であった、ミランド住民は、トゥールーズ高等法院に、執念深い伯爵夫人から救ってくれることと、王冠が同意すれば、アスタラック伯領を没収することを願い出た。議論は、ボルドー高等法院、根性ゆりゅ、ロア、パリ高等法院で継続して行われた。 審議は1562年に、ミランド住民が古くから持つ特権の強化という和解で終了した。8年後、マルトの孫息子であるアンリド・ホワイコール・カンダルは、アスタラック・全土の支配者となった。1577年、ナバール王の副官が、ユグノー戦争初期にミランドを占領した。カトリックの指導者、シュバリエ・ダントララ少数貴族の助けを得て、 チミドロの戦いの後に、住民たちは、ベアルン人守備隊を敗北させた。勝利者たちは、未来のフランス王であるアンリ・ド・ナバールへの面会が、叶い、アンリは、新たな恩恵を彼らに与えた。彼らは、王家からの慈愛に値することを自ら証明してみせ、1615年には、ミランドの町の管理を託された。1630年、ミランドに、クララ・会派修道院が建てられた。 次の世紀には再建されたが、コルドリエ海の革命の運命に苦しめられた。しかしながら神学校を持っていたので完全に放棄されることはなかった。サンティアゴでコンポステーラの巡礼路として開かれたバイズ。川近くのミランドには、巡礼者の利用する施領書があった。18世紀、町の富が増加した。ミランドはこの時点で、ファイアンス焼きの釜、川鍋し工場、 織物工房数箇所を持っていた。しかしこれら事業はいずれも重要でなく、町には大官も司教もいず苦しんだ。ルイナポレオン・ボナッパルトによる1851年12月2日クーデターの後、ミランドとその周囲の共和主義者たちは共和国を守るため抗議した。彼らは数日間にわたって町の行政を管理下に置いた。参照もと、 1962年まで、イヘス、1968年以降 INSEE、ミランドは、家畜や、家金の生産、売買の中心である。牛の一品種、ミランデーズ種はこの一体の品種である。ありがとうございます。